日本神奈川県川崎市幸区河原町河原町は、神奈川県川崎市幸区の町名。2011年11月17日現在、住居表示は施行されていない。郵便番号は212の0007。2010年の国勢調査時点での面積は16.4ヘクタール。川崎駅の北方1キロメートルあたり、多摩川のほど近くに位置する。 町域はほぼ全体が県営、市営、住宅供給公社の河原町団地によって占められており、また南端には貨物船跡地を転用した幸い緑道が通っている。河原町は北端で遠藤町と東端で国道409号を挟んで手とてと南端で幸い町、周幸い町と西端で新明町と接する。これらの町域はすべて 幸い区に属しており、河原町は草会市境には接していない。当地は明治以前にはほとんどが沼地であったが、1918年には日東成功の工場が設置され、5年後には同工場を東京成功が買収した。買収当時には敷地内も沼地だらけであったという、東京成功の工場は1945年の 川崎大空襲で90%が破壊される被害を受けたものの戦後は復興を果たしたが1960工場跡地には最高14階建て市営区域内には川崎市立河原町小学校も開校し1977年9月には児童数1906人を記録したが1986年時点で すでに住民の高齢化が指摘されており、2007年には河原町の高齢化率が27.0%と、幸い区全体より8ポイントも高くなっている。河原町小学校は2006年に閉校となり、跡地は特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどへの転用がなされる計画である。なお、当地の南端を川崎菓子駅への貨物船が通っており、 砂利の採取や東京成功の輸送に使われていたが、1970年に廃止となり、跡地は幸い緑道となっている。とての小技であった下河原高地に由来する。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。貨物船の跡地は幸い緑道という遊歩道となっている当地にはかつて、 川崎菓子駅への貨物船が通っていたが、廃止され現存しない。東急バス、川崎市交通局の2事業者が、川崎駅と五反田駅や上平間、武蔵小杉駅を結ぶバスを、当地を経由して運行しているほか、川崎市バスは、川崎駅から当地を経由して、川崎駅へと戻る循環バスも運行している。川崎市立河原町小学校跡地前のように、 当地にはかつて川崎市立河原町小学校が所在した。なお、2012年現在の小中学校の学区は次のようになっている。ありがとうございます。